イカブ式会社は、かつて存在した、東京国際空港内に本社を置く、航空機関連の点検、整備などを行う企業を、日本航空インターナショナルと、日本飛行機が50%ずつ出資する。現在は、JAL グループに属しているが、元は、旧日本エアシステムグループの企業であり、日東は、同社の前身企業の一つである、東亜国内航空の東と、 日本飛行機の日を一時ずつ取って成り立っている。YS-11 の整備で実績があり、現在は主に、マクドネルダグラス MD-80、マクドネルダグラス MD-90、エアバス A300 から 600R など、旧日本エアシステムの機材整備を行っている。一時、JAL グループの整備会社4社や、JAL インターナショナル整備部門が統合され発足した、整備会社。 ジャルエンジニアリングへの統合も検討されたが、さらなる業務の効率化のため MD 系列と A300 から 600R の前期の代役により急激な業務量の減少が見込まれるため2011年3月末日以降生産されることが決定された。残る MD90 などの整備はジャルエンジニアリングに引き継がれる予定だが一部で安全性や解雇による 雇用問題が指摘されている。仕事が大幅に減らされていた同社は2012年5月9日東京地方裁判所において破産手続きの開始決定を受けた。負債額は約13億円。ありがとうございます。